はい、今回は久しぶりにね、プロスピの動画をやっていこうと思いますけれども、今回はね、アニバーサリーセレクション第2弾、このスカウトをちょっとね、やっていこうと思います。目的はもちろんこのね、今ね、映ってるね、松坂選手ですね。松坂投手を、手に入れたいってことですね。で、エナジーがね、1600あるんで、まあ、手に入れることが、まあ、最低1人ね、手に入ることは確実なんですけれども、ま、もしね、松坂選手がね、その60連の前に、手に入ることができれば、自チームをちょっと変えてね、まあ、もう決めてるんです。自分外野手がすごい手薄なんで、まだ、こっちですね、やっぱ筒香選手ですね、はい。こちらを、手に入れようかなっていう、そういう計画でいます。つうことでね、まあ、で、プロスピに関してはね、まあ、ちょいちょい上げていくと思うんですけど、それ以上に、自分、まあ、自チームも中日なんですけど、自分すごいドラゴンズファンなんでね、それについての、まあ、雑談、ラジオみたいな形式で、これからね、動画も上げていこうかなと思っています。まあ、いろんなね、話題、これからストーブリーグもね、まだね、クライマックスシリーズが終わってないんですけど、まあ、中日としてはこれからストーブリーグも少しずつ熱くなってくるんじゃないかなと思うのでね。で、まあ、ドラフトも控えてますんで、そのあたりもお話しできればいいかなと思います。ということで、早速ね、ちょっと引いていこうかと思うんだけど、まずこれですね。アニバーサリープレゼントスカウト。で、ここで手に入る可能性もゼロじゃないってことですよね。まあ、ちょっとやっていきましょうかね。ゼロエナジー。はい。まあ、やっぱりね、松坂投手は欲しいんですよね、自分。うん、サファテか。オッケーですね。まあ、いいんじゃないですかね。はい。サファテ。今年は出れてないっすけどね。怪我で。その代わり、森投手がすごい頑張ってるみたいですね。ソフトバンクは。じゃあね、まあ、こっから本番ですね。まあ、3回目はアニバーサリープレイヤー1人確定で、6回目で自チームのアニバーサリープレイヤー1人確定ということなんでね。まあ、もし、さっきのようにね、6回目までに手に入らなければ、まあ、松坂投手を、まあ、中日まで行くって感じですね。じゃあ、早速、10連スカウト行きますかね。正直、平田もすごい、平田選手もすごい欲しかったんですけどね。まあ、ずっと貯めてたエナジーなんでね、ちょっとまあ、二者択一で第2弾の方を引きますけどね。そういえば A ランクが出てこないね。なかなか渋いかね。最低 A ランクは1人、ジャクソン。はいはい。うん、なかなかアニバーサリーキャラクターが出てこないですね。じゃあまあ、20連目、サクサクっといきましょうかね。ちなみに自分、S ランク2枚抜きとかあったかな ?1 回ぐらいあったような気がするんですけどね。確定した来ない。木下か。木下も出てないですね。後半もほとんど出なかったですね。期待はしてますけどね。すごい。うん。アニバーサリープレイヤーがまだ、1人もいないって感じですね。これそのまま引けるかな?うん。で、ここで、まあ、1人確定なんで、誰が出てくるかって感じですよね。なかなか渋いね。ああ、A、中田翔。確定以外にやっと、初めて A が
出てきましたけどね。石川、うん、OK ですね。投手が多いですね。自分外野手がね、さっきも言ったようにね、すごい不足してるんで、野手が欲しかったんですけどね。よく言えば、まあどんどんいきましょうか。そうか、まあ今のところサファテ投手と石川投手だから、そうですね、うん、あ、 A の菊池剛ができたね。アニバーサリーですね。うん、まあ A の則本ですね。はい、で次が 5回目ですかね。はい、うーん、そうだな。S はかなり渋いっすね。今んとこ確定だけかな。2枚抜きとかなかなかないんですよね。うん、来るかな。あ、いいっすか、 OK ですね。はい、則本投手の S 来ましたね。ここに来てちょっとアニバーサリーの選手が出てきましたね。ということはオール投手になりそうかな、これで出なかったらね。うん、OK ですね。まあ則本投手はなかなかいいんじゃないですか。ちょっとの、能力まだ確認してないですけどね、あんまり。じゃあ最後、まあちょっと松坂投手出てこなかったんで、まあそれは確定ってことですね。他に、出てくるかっていうのがポイントですね、チーム。オッケーですね。はい。まあ、松坂投手が入ればオッケーですけどね、自分は。はい。ということで、まあ、オール投手ですね。まあ、サファテ投手に石川投手に則本投手って感じで、松坂投手って感じですね。はい。ということで、まあ、うん、そうですね。ちょっと、次やるとしたら、ちょっと野手をね、狙っていきたいかなってとこですね。まあ、自分としてはね、爆死かどうかちょっとわかんないですけど、まあ、満足できる結果だと思います。そうですね。では。